でも今回20歳までってなんか下がってて、あの STU のメンバー結構20歳超えてるメンバーが多いから若い子を欲してるんだと思ってさっきそこをね、あの詳細とか私も知らなかったから今皆さんと同じタイミングでホームページを見たんですけど、あのそう、あ、二十歳なんですねと思って、そう、私無理なんですよ、私今年25になるので私3期生応募できないんですけど、あのぜひね田村夏樹ちゃんとかぜひ応募してみてほしいなって気持ちです。田村夏樹さんどうでしょうか、見てますか田村夏樹さん、田村夏樹さん応募できるよね無理ですか、多分ぜひ応募してくださいね。多分ねこの前あかりんさんと会ってましたよね。なぎさんかわいい、ありがとう。そうなんですよ、あのやっぱ皆さんね若い子がお好きということで、あファンの皆さん、あの若い子に流れちゃうのかなっていう心配もあったんですけど、でもこれだけ若いメンバーがいる中で最年長のパセリを今応援してくださってる方は大丈夫なんじゃないかと思って、逆にね、逆にサコちゃんとか応援してる人の方があの若い子がねお好きなのかなと思って、こんばんは、そんなことない そうなんですよ、ちょっと分析しました。しんいちさん神ありがとう。30くらいが好き、あれちょっと私ちょっと若すぎたかもしれません。くらさんていていありがとう。年齢ではない、間違いない、本当にそう、人は年齢ではないのですよ、個人のそれぞれの、あの魅力なので年齢ではないですね。山崎さん、てーてーごくありがとう。まあそうですね。そう、25になります。まだ24ですよ。来週25になります。山崎さん、お疲れごくありがとう。私の妹はね応募できないんだよね、21歳だから、妹21歳なのでね応募できなかったですね。ジェナラゴさんハートありがとう。書類審査受かるコツは本当に運ですね、本当に私は毎回100枚以上写真を撮り直して本当に送ってたんですが、6年間で25回ぐらいオーディション受けたんですけど、もう8割書類落ちなので本当に運としか言いようがないですね。私は審査員側になったことがないので、なぜ今回受かってなぜあのオーディション落ちたのかが未だにわからないので本当に運ですね。運です。でも写真をたくさん撮って、あとは私がやってたのはいろんな48グループのアイドルさんのオーディションの時のエピソードをテレビとか SNS とかで調べたり、あと雑誌とか周年のチームエイトさんの周年の本とかにオーディションに応募した写真一覧とか載ってたんですよ。そういうのもチェックしたりとかスクショして保存したりとかしてました。とか研究をめちゃくちゃしました。755、ツイッター、ググタス、見れるものは何でも見た方がいいです。きっと。でも、オーディションに何回も応募して落ちる子もいれば、初めて応募したり、ノリで、友達とのノリで応募して受かる子もいるので、本当に運ですね。本当に。そう、運とタイミングとか、でも服装とかは自分の体型に合う服装とかがいいと思います。
かりやすいやつ、あとあんまり紙とかもあれにしすぎず、あのシンプルなやつがいいと思います。メイクとかもシンプル、やっぱ STU は黒髪だし、私オーディションの時茶髪でしたけど、私もともと二十歳超えるまで黒髪だったんですよ。でもその働いてて、もうオーディションの年齢制限来て働いてたから、そこで結構容姿のことで結構悲しい思いをしたから、それで舐められないようにと思って、でも美容院に行く勇気もなくて、ドラッグストアで髪を染めるやつを買って染めてたタイミングで STU のオーディションがあっただけで、もともと私もずっと黒髪だったので、あのそう、なんかみんな結構 A パセリ茶髪だったじゃんって思うかもだけど、いろんな事情があってたんですね、あっての茶色いパセリだったので、そう、なんかオーディション書類審査とかって、私も実際に審査がなったことないけど、何人かの審査員の方がいて、うーんってなっても一人の方がこの子は受からせましょうみたいなの言ったら受かるっていうの聞いたことあるので、だから本当に運ですよね。運だよ。職業は接客業をしてました。接客業と耳鼻科の受付とかもしてたけど、その時は黒かった。本当に運なので、なんかアドバイスをするとしたら、そうですね、何でしょうね、STU に入りたいという気持ちが一番大事かもしれないです。なんとなくで受けるより、本当に STU に入りたいとか48グループに入りたいっていう気持ちがある人にぜひ入ってほしいなと私は思うので、難しいですね。だってね、二次審査の会場とかね、今いるメンバーより可愛い子とかもう全然いるんですよ。本当に本当にいるんです。あの最終審査の人しか皆さんは知らないじゃないですか。最終審査とかショールーム審査で顔出ししてる子しか皆さんは知らないと思うけど、二次審査で落ちてる子にもめちゃくちゃ可愛い子たくさんいるんですよ。スタイルがいい子とか、この子落ちて私受かっちゃっていいんですかって思うぐらい、本当にもう二次審査の会場着いた瞬間、もう私はずっと地面見てましたから、本当にあのだから本当落ちても自分なんてと思わなくていいし、本当に誰が選ばれるかわからないので、ぜひチャレンジしてみてほしいかなと思います。でも本当にあの名前とか顔とかを世にさらすことになりますし、2期生のオーディションの時落ちた子たちの顔も未だにネットに残ってるし、だから本当にあのやっぱ未成年の方とかはご両親と話し合ったりとかして、覚悟を決め受けるのがいいかなと思います。2期生の場合は本名も晒してましたし、出身地も全て晒してたので、普通だったらオーディションって番号なんですよ、だから名前が晒されることはないんですけど、2期生の時はそうだったので、一応覚悟を持っておいた方がいいかもしれないです。こんばんは。そう、ネットだからね、今って SNS も特定されますし、今後落ちたとしても受かったとしても地元の友達とか知り合いにいろいろ言われることもあると思うし、そうそうなんですよ、難しいけどね。で、諦めなければ夢は叶うっていう言葉は私はもうあんまりなんか、オーディションに落ちちゃった時とかに、また次回会ったら応募してくださいねっていう
言葉がすごく嫌で、このオーディションにかけて応募してるのに次の他のオーディション頑張れみたいな言葉があんまり好きくなくて、だから諦めなければ叶うから絶対大丈夫だよっては言えないんですけど、絶対はないですし、うん、私も今こうアイドルになっているからこうやって叶ったねって言われるけど、それまでだいぶ落ちてるので、世の中にはもっと私以上に落ちてる子もいますしね。だからそんな簡単な言葉はかけられないけど、応援することしかできないけど、でも本当に入りたいっていう子の夢は応援したいなと思います。本気で入りたいんですっていう子がいたらぜひね受けてほしいなって。そう、ソラさんとかもですよ、落ちてますし、私も一期生さん、ドラス三期生さん落ちてますし、そうひなさんとかもね他のオーディション落ちてたり、マイキューさんとかも落ちてるし、なのでぜひ私の時は22歳まででした応募、だからギリギリでしたね本当に。頑張って応援してます。そう、うなうなとかも受けてたんですよね。そうそうそう、こんばんは。応援するしかできないんですけど、でもあのオーディションを受けたいっていうこの気持ちに一番寄り添えるのはメンバーの中でも一番の自信が結構あって、でオーディションに受かってからも、もし3期生とかのオーディションがある時にセミナーがあったらぜひ私を選んでくださいってずっと言ってるんですよ、スタッフさんに。セミナーあったら私やりたいですって言ってるけど、多分今回セミナーないよね。なのでショールームとか SNS でしか発信はできないんですけど、味方になりたい。なんて言葉をかけたらいいんでしょうか、ね、だって私も正直まだ選抜とかじゃないしないから、なんか人を応援できる立場じゃないし、もうまずは自分が頑張れって感じなんだけど、もう自分だって後輩が入ってきたらさ、もっと、まあ、仲間ですけどライバルでもある世界なので、そんな人の心配をしてる場合ではないんですけど、でもやっぱりね、あのアイドルになりたいって思ってる女の子たちたくさん世の中にいると思いますし、そういう子の背中を少しでも後押しできたらと思うので、私がこうやって PR 舞台に入ったりしてツアーとかしてる姿を見て誰かのなんか希望の存在になれたらいいなって思います。うん、だから私は油断できないのでもっと頑張らなきゃなっていう気持ちですね。同期のね活躍にも焦ってますし、あのニューウェーブプロジェクトで入ってきた研究生の4人もねすごくいろんなポジションで公演出たりとかフェス出たりとかしてて、すごくね今正直3期生オーディションも発表される前から結構焦りでもっと頑張らなきゃと思ってる状態ではあるんですが、ですがそれを置いといて一緒にね STU を盛り上げてくれる新しい子たちがたくさんね応募してくれたら嬉しいなと思います。またそれとこれとは別の話ですよね。こんばんは。なので一緒に頑張りましょう。今入ってきたらさ
一個上の先輩がもう歌もダンスもすごくできる研究生の4人じゃないですか。私とかさ、ダンスの経験も歌の経験もなく入ってきて、ちょっとツイートしたい動画があるんですよ。ツイートしたい、もう本当に一番最初のレッスンの時のサイドステップって言って、こうやって簡単にこうやって踊ってる、アイドルがよくこうやってさ、ステップ踏んで踊ってる、あれすらできなかったから私。だから、大丈夫です。それの脳美が先輩になるよ。あ、そう。レッスン、入ったばっかりの頃のレッスンのたびに、ダンスの先生が、沖さんの動画を見せてくれます。入ったばかりの頃の沖さんの動画を見せて、そう、恒例なんですよ。沖さんもこの状態で、今、選抜として頑張ってるよっていう動画をね、見せてくださるんですけど、多分、次回からパセリの動画になる気がします。でも私のサイドステップが踏めない動画は、去年の 4周年コンサートの映像とかにも映ってた気がするんですよ。なので、安心してください。安心してほしい。次回からパセリかもしれません。練習をすればある程度は踊れるようになります。私はまだまだ下手くそなので、毎日自主練して少しでも上手くなろうと頑張ってるんですけども、大丈夫です。 いけます。どんな曲が入ってくるかね、楽しみですね。だって2期生とかほぼ7割とか8割とか9割近いぐらいダンス未経験者で、加入して2ヶ月経たずで公演やってますからね。僕の太陽公演の初日を迎えてるので、人生何があるかわからないですよ。どうなるかな。お父さんもね、私のお父さんアイドルになりたいって言ってるので、一応お父さんにもお知らせしときました。オーディションが始まるよってさっき送ったら、20歳までだったので残念ながら応募できなかったんですけど、一応教えておきました。 なので私の父がもし何かしらの間違いが起きまして、加入した際は皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。いくつでしょう、40何歳かの父がもし入ったらよろしくお願いいたします。あ、性別もそうだね、女性しか無理か。応援してくれますか？ スタッフさんの、書類をチェックするスタッフさんがね、ちょっと寝不足とかでもしかしたら何かしらの間違いが起きるかもしれないので。でも皆さんはダメですよ、送っちゃ。スタッフさんの仕事を増やさないでくださいね。多分人手不足だよ、きっと。皆さんは新しい子が入ってくるまでただ待っててください。わかりましたか。なんかアドバイスできることあるかな。なんだろうな。なんでしょうね。でも私は諦めなくてよかったなと思います。諦めずに
本当に年齢制限ギリギリまで粘ってこうやってスティールに入れてすごく良かったなと思うし、同期がエステの2期生ですごく良かったなと思うし、皆さんともこうやって出会えて良かったなと思うので。なんて言ったらいいんでしょうね。でも入りたいっていう気持ちが大事ですね。そう、このネックレス、ソラハさんとお揃いのやつ です。お、明日出張行くよ、待ってます。体調に気をつけて、お互い明日会いましょう。楽しみです。今ね、明日から博多で、しあさってかが長崎なんですよ。だから荷造りをしてるんですけど、レッスン着をねどうしようかなと思ってて、可愛いので行きたいじゃないですか、せっかくなら。あとレッスンの後に着替える服とかも、私汗かきだから他のメンバーより荷物が多いんですよ。だからレッスン着がめちゃくちゃ必要で、今ねどんぐらい持っていこうと思って、マネージャーさんに、さっき私大汗かきだからレッスン着何着いりますかみたいな、何着いるか迷ってますって送ったらね、2倍ぐらい持ってっとけばって言われたので、ちょっと洗濯物が大変になりそう。大変大変。そう、駒田さんの生誕ティー持っていくつもりで いますね。いっぱい持ってきます。楽しみ。楽しみです。あ、配信で見てくれる？よろしくお願いいたします。でも長崎とかツアーの方はニコ生なんですけど、出張公演は DMM なので間違えないようにね。張り切って発見しに行ったら0時以降です。あ、張り切りすぎたね、それは。ドキドキだね。そう、ジャケット買ったんですよ。でもね、めっちゃ可愛いジャケット買ったんですよ。みんな、ちょっとメールに送ったけどさ、みんなに見せますね。ちょっと待ってくださいよ。今日古着屋さんに行ってね、買ったんですよ。めっちゃ可愛いの。じゃーん。でもこれ暑いから来月宮城に行くときに着るわ。そう、めっちゃ可愛いんですよ。古着なのにめっちゃ綺麗だったし安かった。わーい。いいでしょ。でもね、体温じゃないや、温度、気温か、気温が分かんなくて、しかも雨なんです、週末の九州が。どうしようと思って。でもいいよね、これ着てっても別に脱げばいいし。どうしよう。高く見えるじゃないですか。全然お札3枚とかで買いました。ひでよ3枚で買いました。マウチ、寒いかな。ひでよ、ひでよ、いい買い物だよね、ほんと。だってめっちゃ綺麗よ、全然綺麗、新品ぐらい綺麗。 T シャツで寝てるの？それは寒い。でも同じかも、私も。遊ぶ時間はないですね。リハして本番して帰る。悩みます。
宮城これ着ていく絶対可愛いから。天気予報でそこまで寒くないって本当？あのさあれやん、 HKT の劇場さ海辺やけんね、寒いかなと思ったんよ。どうちゃう？長崎もさ海やん、結構海の町じゃないですか、やけんどうなんやろうと思って。え、そう坂口理子さんがね劇場にお土産置いとくって言ってくださってて、もうそんなもう空気を吸えるだけでいいのにそんなって空気のお土産でビニール袋持っていこう出禁になるわ。緊張する。どうしましょうね、気温がわからんすぎて。だって朝晩は寒いじゃないですか、今も寒いもん。でも昼がめちゃめちゃ暑いじゃん最近。どうしよう。ドキドキします。皆さん会場ごとの曲もお楽しみに。 HKT さんの劇場の曲と長崎の曲もお楽しみに。ちなみにこの前 NMB さんの劇場では青春のラップタイムとオーマイが2曲披露したので何か予想しておいてください。こんばんは。どうしようどうしようね、夜冷えるよね本当に。ドキドキ。一応持ってっとこうかな。これふーん悩みますね。明日久々にメンバーと会う気がする。最近ソルハさんとしか会ってない。あ、今日でもミホと会いました。今日コイラジあったんですけど、ラジオ行く前に事務所行ったらミホがいて、久々会ったミホと。いつぶりだろう、1週間ぶりぐらいに会いました。ミホリンとこれからお仕事って言ってたミホちゃん。あとね、今日事務所行ったらパセリお誕生日おめでとうって言ってファンの方がプレゼントをね送ってくださってて、なんかさお誕生日ってプレゼントもそうだけどお手紙が来るのがすごく嬉しくて、帰ってきてねお手紙をめちゃくちゃもうこんな距離でもうしっかり読みました。すごく嬉しかった。なんか普段誕生日間違った普段お手紙を送らない方も誕生日だと送ってくださるじゃないですか。それで1年間の振り返りとかを書いてくださったりして、すごく何この1年間で1年前の誕生日は出会ってなかった方とか1年前はこうだったねとか思い出をこう振り返ったりとか、そういうそのファンの方それぞれとの思い出がこう手紙に詰まっててすごい読んでてじんときた。すごい嬉しかったです。ありがとうございます。プレゼントもありがとうございます。使わせていただきます。うん、嬉しかったですね。そう手紙いいですよね。そう届きました。なんなら10月末ぐらいに来てる人もいた。早ーと思ったらもうすぐだね誕生日。まだ先と思ったけど。こんばんは。手紙はなんかどんな内容でも嬉しいですね。私はね本当にプレゼントとかに尾崎セリカさんって書いてるそのミニメモ帳みたいなやつとかでもちゃんと撮ってるので、出会ったきっかけとか書いてあるお手紙も好きだし、最近あったこととかなんか他愛のない話とかでも全然最近この人はこんな感じなんだとか思って読んだりします。ぬれまんじゅうさん紙8個ありがとう。ぜひぜひお手紙勇気を出して送ってみてください。
じゃあオーディション受けたい子はオーディションに応募してるので、その間にファンの皆さんは勇気を出してファンレターを書いてみてはいかがでしょうか。ファンレターね、だってファンレターが送れる先があるってね、いいよ。私も出そうかな、大木さんに。私はよくソラハさんにお手紙を書きますね。ソラハさんによく書くんだけど、ソラハさんはあんまり書いてくれないというか、あんまりお手紙を書くのが好きじゃないらしく、直接言うのが好きって言うんですけど、直接も言ってこないんですよ。だからあんまりソラハさんの思ってることを聞く機会がないので、うん、困ってますね。え、聞いて、なんか私のあのね、なんかメンバーのプレゼントが置いてある場所が同じ場所なので、紙袋とかに入ってるんですけど、まとめてそこでチラッと見えたりして、あってこう、あのメンバーごとのプレゼントの傾向みたいなのが結構分かったりするんですよ。でみほりんとかさらちゃんとかはなんかおしゃれなお洋服とかなんかが多いんですけど、私は沖さんのグッズと沖さんのグッズと緑色の何かしらとアイススプーンとかが結構多くて、あの本当に個性が出てるんよ。本当にみんなに見てほしい。事務所のプレゼントコーナーツアーとかしてほしいぐらい本当にもうすごい見てて楽しいんですけど、今日もねびっくりしたやつがあって、あの沖さんの顔のクッション、もうでかい、もう等身大以上ぐらいある沖さんの上半身のクッションが入っててびっくりして、ちょっと一旦見なかったことにしました。マネージャーさんに見てください、これなんかやばいの着てますって言って見せて、あの一旦事務所に置いてきた。ちょっと家に持って帰ってくる。だって今日 NHK に行ったから、 NHK にそれを持って行って持って帰ってく勇気がなくて、ちょっと一旦事務所に置いてます。ちょっとお泊まりさせてます、すいません。さすがに私普段プレゼント紹介してないけど、さすがにこれはやばすぎると思ったのでちょっと紹介しますね。そんな感じのが多いです。私はぜひ参考に、なんか参考にできるか分かんないけど、結構お話し会とかでもプレゼントどういうのをみんな送ってるんですかって聞かれることもあって、だから参考になるか分かんないけど、参考に。そんな感じです。多分アンピーとかはちいかわグッズが多いんだろうなと思って、だからメンバーのタンプレとかもファンの方が送れるグッズじゃない化粧品とか食べ物とかを送るようにしてて、アンピーもちいかわのグッズをファンの方からいっぱいもらってるだろうなと思って違うものを選びました。どんな感じなんだろうな。でも沖さんなんか前いいティッシュが来たって言ってました。いい素材のティッシュがめっちゃ来たって言ってたから、本当になんかそういう発表会みたいなやつしてほしいと思う。メンバーごとの絶対おもろい。おもろい気がします。髪先週切りました。先週切ったよ。先輩のやつとか気になる。あんまり先輩がどんなのもらってるかわかんないから気になりますね。こんばんは。やっほー。え、どうしよう、荷物になるかな。これは宮城まで待つべき。お腹が空いたわ。グーグー。お腹が鳴っています。
さんね車移動なんよ普段。仕事行くのもスーパー行くのも車だから、あんまり参考にならないなと思って気温聞かなかったです。暑いよねこれ絶対。どうしよう。明日さ美味しいもの食べたいんですけど、食べたいんやけど明日美味しいもの食べたら日曜日の長崎ツアーはむくむじゃないですか。長崎ツアーのグルメは自分で選んでるからさ、メンバーの分グルメ担当だから、だから何が来るか分かるんですよ。もう絶対太るって確定してるんよ。差し入れとご飯とご飯、昼のご飯差し入れ、間に食べるご飯、夜のご飯でも太るの確定じゃないですか。それで火曜日にはあの愛知県で SKE さんの劇場であるので、そこでも絶対お弁当とかで確実太るじゃないですか。で次の日誕生日なんですよ。誕生日ってカロリーゼロっていうから絶対食べちゃうじゃないですか。で次の日が公演で、その次の日が生誕祭なんですよ。可愛く映りたいんですね公演。困っててとっても美味しいものを食べたいのに太ってしまう。どうしてこのジレンマ。困っているんですよ。どうしたらいいんですか。皆さんカロリーだけもらってほしいです。私は食べるのでみんながカロリーだけもらってほしい。ダメですか。推しメンのカロリー欲しいでしょ。だって生誕祭でもパンパンの顔だったら辛いじゃん。どうしよう。幸せな悩みよこれは。でもみんな理解してくれるよねきっと。パンパンでもいや仕方ないよねって、先週末からもうパセリはね食べてるからねって思ってくれる。きっとそうだよ。本当にそう。最近痩せてるんですよ。どんどん毎日日に日に痩せてます。不思議だけどなんかね食べてなかった頃より痩せてるんですよ。消費してるから嬉しいです。もう今もお腹空いてて今にはなりそうで、ちょっと恥ずかしいんですけど、グーグーなりそうなんですけど、わーこんばんは。でもねぜひ生誕祭も見てほしい。配信とかでも見てほしいですし、 PR 舞台のあの公演があるっていうのもそうだけど、自主練とかウォーキングをめちゃくちゃ毎日してるので痩せてますね。去年の夏とかささみで生活したんですよ。1日ささみ2本とかで生活してたけど、その時よりも痩せてますね体重的に。顔とかもシュッとしてるし不思議だわ。やっぱ基礎代謝が大事なんだろうね。わかんないけど、うわーもつ鍋食べたいよね。明太子とかね美味しいものを食べたいよね。そう健康的です今一番。ラーメンもね、うわーみんなが代わりに食べてください。屋台とかあの HKT 劇場の近く、一番最寄りの駅のあの出口を出てすぐに稲穂焼きっていう長崎発祥の、私がもうちっちゃい頃から大好きな、もうずっとみんなにもおすすめしてる大好きな稲穂焼きのお店があるのでぜひ行ってください。博多でも食べれますので。でもちょっと違うんですよ。長崎のやつは焼き印が入ってないんですけど、博多のところは焼き印が入ってるし、なぜか博多の方が味が多いんですよ。味の種類が多くて、だからぜひおすすめです。そう東神町駅、東神町駅、東神どっちだ、そこのむっちゃんまんじゅうね、おすすめ。福岡むっちゃんまんじゅう有名よね。あとは明太フランスとか明太子系かな。あとラーメン、もつ鍋、水炊き、東神町か。ぜひ
うどんも有名です。うどんね、あのいろんなうどん屋さんがありますが、おすすめは特にもう皆さんの好みに任せます。あ、クロワッサン有名です。三日月のクロワッサンはあのメンバーのあやパンもねおすすめしている。福岡に帰省するたびにお土産で買ってきてくれる三日月のクロワッサン、美味しいです。でもね、博多駅にはねもう一個クロワッサン屋さんがあって、すっごい行列のとこがあるんですよ。ミニオンっていう、大分にもあるんですけど、ミニオンのクロワッサンいつも行列でいい匂いがするんよ。博多駅のねいい匂いの元をたどったらつくと思います。あ、ごぼ天うどんがおすすめです。福岡はごぼうの天ぷらが乗ってるやつが有名。カップ麺とかでもごぼ天うどんあるんですよ。おすすめ。浸して汁を吸わせるのもいいけど、私的にはサクサクの時に食べるのが好きです。ミニオンのねクロワッサンはね明太子味が好き私。でもシンプルなやつも美味しいです。三日月はチョコ美味しいです。チョコおすすめ。あ、明太重も有名です。大きい明太子がボーンって乗ってます。あとは白屋のオムレットと、あのもう一個あのサニーパン美味しいです。安い。しかも昔と比べたら値上がりしたらしいけど、それでも安いです。北九州のやつだけど博多駅にもあります。博多駅ね、グルメストリートみたいな感じのがなんかすごい多いから、事前に調べていってもいいし、事前に調べなくてもラーメンフロアみたいなやつがあるんですよ。博多駅ラーメン屋さんがいっぱい並んでる、つけ麺とか。そこに行けばもう何かしら出会えます。おすすめです。福岡ミニストップある、あります。長崎はないです。呼子は佐賀だね。ラーメン屋さん、あ、キャナルにもいっぱいある。福岡空港もいっぱいあるらしい。お土産は私のおすすめは博多バームスティックがおすすめです。でも通りもんとかも美味しいし、麺米も美味しいですね。ラーメンね、なんか美穂がなんかおすすめした海になるって書くラーメン屋さん、美穂が美味しいって言ってました。博多駅にある。なんて読むんだ、めんべいね、いろんな味ある。でも喉乾くかも。だから水とかも買って、新幹線とかで食べる人は水とかも一応買っとくといいかもです。新幹線、西九州新幹線多分乗れないですね。博多から直通じゃないからね。めんべいは明太子のせんべいです。めんべい、いろんな味がある。めんべい美味しいです。とりあえず博多駅に行っとけば何でもあります。お土産屋もいっぱいあるし、マイングに行ったらあの南蛮往来っていうみほりんおすすめのお土産屋さんが、お土産屋さんっていうかお土産のやつがある、お菓子があるんですけど、それの焼きたてが食べれるとこもあるんですよ。だからマイングに行ったらいいです。博多駅の新幹線の改札出たらマイングを探してください、看板で。マイング入ったらもう何でもあります。そこ行けばもう間違いない。本当に駅に行けば何でもあるから大丈夫です。
ぜひ美味しいものを食べて、皆さんブク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 丸丸丸丸して冬を乗り越えましょう、共に。あと帰り新幹線乗りたいなって人は筑紫口、タクシーとか乗る人は筑紫口って言うと新幹線乗り場近いので筑紫口って覚えとくといいかもしれないです。でも全然違うとこから入ってもそんな距離ないし、いろんなお店見れるからいいと思うけど、筑紫口が新幹線のとこです。あ、筑紫餅有名かも。そう、いろいろ。え、クリスマスマーケットってまだやってないんかね、博多駅の。毎年すごいけどまだかな。この前行ったらマリオの土管がありました、博多駅に。美味しいものありすぎるけど、みんななんかいろいろ発掘してほしいな、美味しいグルメ。あ、もうイルミネーションやってんの？え、クリスマスマーケットはまだってこと？あの屋台みたいなやつ。イルミネーションね。広島は来週の木曜日からです、イルミネーション。みんないろんな場所行ってほしい。太宰府とか行こうと思ってる人は結構あの離れてるので時間に余裕持った方がいいかもです。あのギリギリについて太宰府ちょっと観光して劇場行こうかなとかよりは時間に余裕持っての方がいいです。距離ある。博多駅から劇場までもちょっと距離あるので余裕を持つことが大事。あとララポートにガンダムいます。ガンダムいた。おすすめです。スペースワールドはなくなったけどそこにアウトレットができてて、この前行ったけど駅は残ってました、スペースワールド駅。そろそろ男女読んどこうかな。あ、そう、最寄りのその電車、地下鉄とかで行くじゃないですか。で駅出てもちょっと歩きます。だからバスだとあんま歩かないかもしれないです。うん、地下鉄はちょっと歩くかも。でも稲穂焼きは食べれます。バスいいよ。しかも福岡ってバスめっちゃ通ってるから乗り過ごしても、あ、なんか乗れなくても間に合わなくても次のが来るからそれに乗ればいけます。だから皆さん無事に劇場に着いてください。詳しいな私、福岡の人間じゃないのに詳しいな。じゃあ誕生日見ますね、いきます。13位ジュノラゴさん、12位森健銀河さん、11位セリカのコップになりたい、どんなタイ。10位カメさん、9位マルトモちゃん、8位ジロくん、7位いっちゃん、6位トニさん、5位ワウワウさん、4位クロさん、3位フクちゃん、2位山崎さん、1位ヤスベさん、ありがとうございます。わー、ありがとうございました。皆さん見てくれてありがとう、遅くまで。じゃあ明日は博多に来る方は一緒に楽しみましょう。明日は来ないよって方もいつか福岡観光とかする時の参考に待ってたらいいなと思います。ではでは皆様おやすみなさい。ちゃんとあったかくして寝るんだよ、お腹しまいなよ。おやすみ、バイバーイ。
まだ時間ある？もしかして終わっちゃう？バイバーイ。あれ？まだ2分ある？意外とある？じゃあ話す。昨日ねツイッターでなんかね餌もらいました。見ましたか？餌をもろたよ。見ました？びっくりした。珍しいと思って恐怖で震えてました。うん、何だったんだろう一体。ハテナでした。ずっと朝起きてもハテナだったそろそろ終わっちゃうかも。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。バイ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 。